崎隆さんです。こんにちは。心なしか拍手が少ないようですけども、立憲フォーラムの事務局長をしております民進党の参議院議員江崎でございます。2013年の4月ですね、超党派で立憲フォーラムを立ち上げたのは、立憲を使ったのは僕らが最初なんですよ。その時は96条選考改正、あの話でした。小林節さんとかが泥棒に裏口の鍵を渡すようなもんじゃないか、絶対阻止する、これは成功した。その時に小林さんとお話したことがあります。これはひょっとしたら正面突破をしてくるんじゃないか、それが2年前の9月の19日忘れ物しません、あの国会の参議院の本会議で投稿採決をされた法案、それが安全保障関連法案、10月の19日に集会が行われました。先月です。あの頃は雨が降って、こんなにいい天気じゃありません。傘を差しながら多くの皆さんが集会に参加をさせていただきました。私もそこで挨拶に立った。なぜ19日か、9月の19日を忘れない。2年間も続けられてるんですよ皆さん、ずっと続けられてきた。その大きな思いが今ここに結びついています。間違いない。僕は民進党の参議院でもありながら、ある政党の立ち上げを協力しました。西新橋の選対本部に開設をして2日後のことでした。大きな花輪が届いた。送り主は命の党菅原文子と、あの人のことを思いました。2014年の11月の1日、その方は沖縄県知事選挙の応援に闘病中の体を押して駆けつけた。そして名演説を、その時に言った言葉、弾はまだ残っとるかよ、これを中山さんにぶつけたい、そのために来たんだ。何の理由か分かると思います。菅原文太さんです。そのお花が届いた時に私たちにこう言ったような気がした。ほら見ろ、皆さんたち一人一人の中に自由と平和と民主主義と戦争を憎む心がまだ残ったってないか、だから新しい政党が生まれたんじゃないか、そんな思いを私は聞いたような気がします。菅原さん、その演説でこんなこと言われてる。沖縄の風土も日本の風土も海も山も空気も風も国家のものではありません。そこに住む人々のものです。ならば皆さん、この青空も空気も風もこの思いも全てあそこにいる人たちのものではない。そうだ。ましてやその隣に住んでる人のものでもないんです。我々の戦いはだから強い、だから必ず成功します。当たり前です。当たり前のことを我々は要求している。当たり前のものをこの手から掴み離さない、その運動をやっているのが今のこの日です。民進党だいぶ少なくなりました。立憲フォーラムの代表も幹事長もあっちの方に行っちゃった。いつお前行くんだ。いやまだ行けない。参議院の民進党がまだ僕を必要としてる。そんな思いでこれからも民進党の中で戦っていくこと、改めてお誓い申し上げます。そして皆さんたちと心は全く一緒だ。もう一度言います。日本の風土も海も山も空気も風も国家のものではありません。どうだ。民主